フランシスコ・デ・アシス・マリーア・フェルナンド・デ・ボルボンイ、ボルボドス・シリアスは、スペイン女王・イサベル2世の王廃、カディスコ王。フランシスコ・デ・アシス・デ・ボルボン・カディスコ王。フランシスコ・デ・パウラとルイサ・カルロータの次男。名前の、フランシスコ・デ・アシスはスペイン語で、聖人・アシジュのフランチェスコを意味する。1846年に、父方でも母方でも十枚にあたる女王・イサベル2世の、配偶者となった。 二人の間には12人の子供が生まれたが、成人したのは4人である。ただし、フランシスコ・デ・アシスは、同性愛者もしくは性機能障害だったとの説があり、これらの子が、いずれも実種であったかは疑問視されている。また、父フランシスコ・デ・パウラもカルロス4世の実種でない、可能性があり、どちらかが子供のジップでなかった場合、ボルボン家は、男系では、血統が入れ替わっていることになる。 ありがとうございます。